シーズンの開幕戦では1ポイントを獲得しました。ここは勝利して4ポイントにしたいところでしょう。もちろんですよ。さあキックオフです。フィンク、キーパーの守備範囲でした。このプレーはオフサイドです。これは明らかなオフサイドですね。ボールが出る前からすでにオフサイドラインを越えた位置にいましたよ。クッキー、ケニー、味方はいるか。前方に運びました。ボールの激しい奪い合いです。これは残念、ボールを手放してしまいました。ボールを取った。どこへ。このボールはキーパーの範囲内でした。つまらないミスでボールを失いました。ケニー、横へ展開、ヒル、これはファールです。美しいパス回しです。うまくボールを奪った。ヒル、このボールは重要です。ボールは再び足元へ戻されます。岡崎慎司、中に人はキャッチします。攻守の切り替えが大事です。クッキー、中盤でボールをカットしました。ファールの判定、これはカードもありえますがどうでしょう。頭でつなぎます。ファールです。このプレーはどうでしょう。ケニー、ここはうまくボールを取りました。
キーパーがキャッチします。ここから攻撃に持っていきたいですね。揺さぶりをかけていく。ここは簡単にボールを渡してしまった。ボールを運びゴールに襲いかかります。ヒル、ここで大きく前に出します。タッチラインを割りました。スローインです。フィンク、ヒル、岡崎慎司、フィンク、本田、ケニー、ヒル、見事なタックルです。ボールを持って中に入る。前に押し出します。前半終了。さあ堀池さん、前半は互角の内容でしたね。そうでしたね。ちょっとでも集中を切らしたらそこから持っていかれそうな、そんな緊張感がありましたね。ヒル、さあスタジアムのテンションが上がります。このボールは外に出てスローインでの再開となります。いいパス、つながった。ボールを奪いに来ました。さあどうだ。ピンク、本田、ボールは再び足元へ戻されます。ピンク、さあどうしますか。決まるか。副審がコーナーフラッグを指します。ボールはキーパーに収まります。こういったプレーが出るんだから、まだまだ試合の流れを持ってくることはできますよ。諦めちゃいけません。プッキー、本田、これは来た。まだまだです。前方に運びました。コーナーからゲームは再開です。今のシュートシーンをもう一度ご覧ください。コーナーから得点は生まれませんでした。気迫が伝わるセーブでしたね。オフサイドの判定で試合が止まります。オフサイドですね。
ットは揺らしませんでした。ピンク、本田、ディフェンダーに当たりそのままゴール。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。ここで試合に動きが出てまいりました。これは残念、ボールを手放してしまいました。プッキー、本田、岡崎慎司、ピンク、さあ折り返した。ゴールキックで再開になります。ヒル、ボールと人がうまく連動しています。シュート、このシュートはさすがに強引か。コーナーです。同点のチャンスが生まれました。ボールを大きく押し出します。フリーキックになります。ここはタッチに逃れます。シュート、シュートは外れました。決めてほしかったですね。ここを決めるチームと決められないチームとではチーム力に差が出てくることになりますからね。このまま終わってしまうのでしょうか。